レールガンという言葉を聞いたことがありますか？日本政府が開発を急いでいる武器です。今回は、このレールガン開発は、どこまで進んでいるのかについて見ていきたいと思います。まるで SF のような話ですが、実際には近未来の話のようですよ。新年2022年になってからというもの、北朝鮮は超音速弾道ミサイルとみられる物体の発射を繰り返しています。それへの対抗手段として、2022年の防衛予算に研究開発費が計上されたのが、レールガンです。このレールガンについて、1月12日放送の BS 日テレ、真相ニュース内で、小野寺御天元防衛省と小原凡司笹川平和財団上席研究員が語った内容が話題になりました。レールガンの実力と可能性、そして今後の課題などについて話したようです。最近、国防や軍事関係に詳しい人の間では話題に上ることが多いレールガンです。では、このレールガンとはどんなものでしょう？一言で表現すると、火薬を使わず、2本の通電性の良いレールに、高電力を流し、その電気エネルギーが磁場を発生させ、レールに乗せた弾体を射出する仕組みで、電磁砲とも呼ばれる次世代兵器を指しているのです。このレールガンは、試作段階で、200km 以上の長距離の射撃が可能だそうです。理論上、火薬で発射する、銃砲や燃料を燃焼させて飛翔するミサイルと比べると、低コスト活連射も可能とされるので、飽和的ミサイル攻撃などへも対処可能と思われる兵器と考えられています。防衛省がこれまでに試作したレールガンによる発射試験の結果ですが、発射初速は 2300m/秒、およそマッハ6の初速が観測されたということです。戦車砲の発射発と言われる1700から1800m/秒を上回っていますし、防衛省の構想では中国、ロシア、北朝鮮が急ピッチで開発を進めている超音速誘導弾への対抗手段として期待していると言われます。その証拠に、2022年度防衛予算では65億円に上る研究開発費を計上しているのです。前での真相ニュースの中で、キャスターから質問がありました。レールガンを開発するメリットは何ですか？小原上席研究員は、弾体を非常に高スピードで遠いターゲットに当てることができると考えていますし、ミサイルなどに弾体が到達するまでの時間も短く、連射可能と聞いていると答えた上で、アメリカ軍による地上試験では、射程 370km という報告があり、連射性能向上の可能性も述べました。そして、弾体に火薬を入れて爆発させなくても、高スピードによる破壊力が期待できるとも付け加えました。キャスターの強力な磁場を発生させるための装置は必要ですか？という質問に対しては、先行国であるアメリカが、10年間開発を続けてうまくいかなかった理由として、高電力を出力する電源装置開発が難しかったことを提示し、特に水上艦艇に艦載できるコンパクトな電源装置開発が難しかったことが、その理由ではないかと指摘しました。現状で、レールガンを艦載可能な艦艇として例示したのが、統合電源システム、IPS を持つズムウォルト級駆逐艦でした。IPS は大きな電力を必要な箇所に集中的に配電できるシステムなので、レールガンの発射は可能と見ていますが、発射には高電力が必要なので、他の電子装置が使用不可能になってしまうため、実際に艦載は難しいとみなした上で、日本ではこういった電源システム関連の研究が進んでいるから、
技術の優位性があると結論付けたのです。小野寺元防衛相へも質問がありました。現在では発射されたミサイルを撃ち落とすために非常に高価な迎撃ミサイルを使用しているが、安価で連射可能なレールガンの有用性をどう評価しているかというものでした。小野寺氏は2012年に初めて防衛大臣に就任した時からレールガンについては理解していた。多額の費用がかかるミサイル防衛システムに代わる次世代のシステム研究をしっかり行うように指示を出したと明かしました。2017年、防衛省に再任した際には、レールガンの試作機は製作過程だったので、その段階でかなり高スペックを持っていることは感じていたとも語りました。続けて、自分は現在自民党内の防衛大綱を議論するワーキングチームの座長という立場もあって、レールガンの性能向上のために予算計上などを応援している小原研究員と同様、日本が持つ先端的電気関連システム研究に大きな期待を寄せている。陸上配備で対応可能と思われるが、日本の専守防衛の観点からすれば飛来するミサイルを撃ち落とすには航空機へ搭載することも視野に入れつつ、レールガンは日本にとって必要な装備の一つであると考えるといった認識を示しました。番組ではレールガンの課題とゲームチェンジャーとしての可能性にも触れ、大きな電力を供給する電力源の確保、変則的に起動するとされる極超音速誘導弾迎撃に本当に有効なのかといった疑問が投げかけられました。もちろん今後巨額に膨らんでいく可能性が高い研究開発費などにもついて両氏に鋭い質問が飛んだのでした。電源問題については、研究員も実用化に対する一番大きな問題と認識し、電源を常に確保できる環境でなければ、蓄電池などの装備が必要になってくる。その場合、放電後の蓄電に時間がかかるので、連射はできないことを指摘しました。とはいえ、電源システムや蓄電池技術に関しては、日本は世界でもトップクラスにありますし、今後レールガンをアメリカと共同開発する話が持ち上がったとしたら、電源システムで優位性を活用すべきと語りました。気になる極超音速ミサイルの変則軌道への対応についてですが、小野寺氏は、レールガン一つで防衛システムを構築するものではなく、イージスシステムやパック3ペトリオットなど、現在のシステムと複合的に、防衛に当たるとした上で、レールガンを含めて飛来するターゲットに、標準を合わせて的中させるということのみの発想ではなく、当たらないまでも近距離で炸裂させるなど、様々な可能性を研究するべきと考えていて、それはまだ始まったばかりだと話しました。小原研究員は、極超音速ミサイルは、速度が上がるほど運動性が低下する事実を指摘、高度を下げると空気抵抗によってスピードが下がることから、変速軌道を取れるのは空気が薄い高高度にある時だけで、ターゲットに接近して高度が下がれば、いずれまっすぐ落ちてくる。その際にレールガンを連射して迎撃できれば、超音速でも、撃墜は可能と語りました。レールガンの開発は古く、60年前の1960年代、昭和35年から構想があったそうですが、本格的に動き出したのはここ10年ほどで、実現性に疑問を挟む声もあるようです。しかし、小野寺氏は防衛大臣在任中に防衛省幹部のレールガンに寄せる期待と情熱を感じたとして、防空面だけでなく、追間攻撃への活用という構想もあり、実現する可能性は高いと言っているのです。さらに、日本とアメリカの共同開発が実現すれば、
同盟強化にもつながり、2028年までには試験を終えて実用化に進むかどうかに注目したいと希望を述べました。小原研究員は、2028年までに開発を終了するというのはかなりのスピードで、日本のこういった急速な技術開発を進められる力を具体的に世界へ見せつけることによって抑止力を高め、日本が主体性を持ってアメリカと共同開発を進めていくことで、中国が日本には主体性がないと見ていた目を変えさせることができると語りました。そして、日本が今後革新的技術をさらに高め、ゲームチェンジャー的なものを開発し続けられるようになったら、日本下手出しすることを躊躇するようになり、戦争を起こさないことにつながっていくだろうと推測を述べました。日本、イギリス、イタリアの3カ国による新たな戦闘機の開発、GCAP、グローバルコンバットエアプログラム、グローバルコンバットエアプログラムがついに本格始動しました。機関部を担うのは日本が IHI 社、イギリスは高級車で有名なロールス・ロイス社です。今回は、日本 IHI とロールス・ロイス社の機関部開発について見ていきますね。日本国内での戦闘機エンジン開発がなかなかスピードアップしない理由にも迫っていきましょう。2022年12月9日、日本とイギリスとイタリアの3カ国は、新たな戦闘機開発の枠組みを GCAP と名付けて共同開発で行うと正式に発表しました。すでに前年2021年末には日本の IHI 社とイギリスのロールス・ロイス社が新たな戦闘機機関部の実証事業を行うこと、2022年2月には新たな戦闘機用のレーダーセンサー類の実証実験機の研究を共同で行うことが決定していたのです。そのため、今回の GCAP の始動は、これまでの流れを各国政府が公式に認めて、満を持してプレス発表を迎えたという証明でもあったようです。イギリスと日本の間で、新たな戦闘機をめぐる各々の協力関係は、ここ2年ほどで急速に強化された感があります。このことは、それまでのアメリカのロッキード・マーチン社からの技術支援が必須という考え方に区切りをつけるものになりました。1945年、昭和20年、8月の太平洋戦争の敗戦によって、日本はアメリカをはじめとする連合国の管理下に置かれました。多くの占領地政策の中で、軍備につながる産業分野が抑制されたため、航空機開発がその分野に組み込まれたことによって、開発技術も大きく後退することになったのです。そのせいで、今回の新しい戦闘機開発の目的である空自の現行の F2 戦闘機の代替機は言うまでもなく、大元の F2 戦闘機開発時に、純国産化を推す声もあったのですが、それを行える機関部の製造は、技術的には、当時の日本には困難でした。また、F2 戦闘機開発が進められた時期は、日本経済がアメリカに対して優位だった、いわゆる貿易摩擦が叫ばれていた時期でした。政治的に、そうした貿易上の不均衡を是正する必要があり、アメリカ製の戦闘機をベースにすることが求められたという経緯なのです。昭和60年代、1985年からアメリカ産牛肉、オレンジの輸入関税が引き下げられ、
大量に国内に入ってきたため、国内農家が大反発した時期でもありました。日本政府は、アメリカへの輸出高1位の自動車産業を守るため、農業を犠牲にしたと言ってもいいでしょう。当時、自民党の一番の支持者が農業者だったはずなんですけどね。日本の F2 戦闘機開発に使われたのが F-16 ファイティングファルコンです。F2 戦闘機開発では、比較部にかなり大掛かりな変更を加えたので、別の機体と言えるほどに変化していて、日本に必須とされる対艦攻撃能力が強化されました。しかし、完成した F2 戦闘機を状況変化に合わせて、日本側の判断で、自由に仕様変更を行うことは、できませんでした。というのは、中心となる機体のコントロール部分の情報が、日本に開示されることはなかったからです。客のリクエストを無視したわけですよ。こういった F2 戦闘機開発の反省を踏まえた上で、代替機開発計画に際しては、日本では自国主導を前提として掲げました。そして、三菱重工業者を主幹契約企業として、その配下に各国内企業を紐付ける開発体系を進めていきました。アメリカのロッキード・マーチン社に技術支援先としての関与を希望していましたが、これまでのようにブラックボックスを抱える事態は回避しようという意志が強かったので、日本とアメリカがどの点で折り合うのかにも注目が集まっていたのです。しかし、結果として日本はイギリスとイタリアとの3カ国での戦闘機開発という初めての道を選択しました。これまでのアメリカやロッキード・マーチン社等より、ずっと、フラットで、対等な関係での開発が進められるのではないかと、各方面から、期待が寄せられています。そして、今回の日本における GCAPA の布陣は、全体の統括と機体本体を、三菱重工業者、機関部を、IHI 社、レーダーセンサー類の電子機器等を三菱電機が担う体制になっています。イギリスの場合は、全体の統括と、機体本体を、BAE システムズ社、機関部をロールス・ロイス社、レーダーセンサー類の電子機器等を、レオナルド・UK社が担当することが公表されていて、テンペスト計画そのままということですね。もともと、GCAP が確定する以前は、F2 戦闘機代替機には IHI 社が製造する国産の機関部を搭載することが有力視されていました。これは IHI 社が防衛装備庁からの依頼で、それまでに通称シンシンと呼称されていた実証実験機用に開発した XF5 エンジンや、それを土台として開発を進めた XF9 エンジンが2018年にすでに試作機1機を納入したことが大きく影響しています。そこで製造された XF9 エンジンは地上での動作確認ではありますが、アフターバーナーの使用時には最大推力約15トン以上、空気吸入用のタービンの入り口付近の温度でも約1800°C を記録し、世界標準クラスの数値を叩き出したのです。この XF9 エンジンの研究開発は、IHI 社では、2010年、平成22年から開始されたもので、新しい戦闘機への搭載を前提として進められ、当初の基本コンセプトは、スリムでありつつ、大出力を確保するというエンジンを標榜していました。その理由は、XF9 エンジンを搭載する戦闘機に、ステルス性能を極限まで高めるためにスリム化を推し進め、同時に搭載する燃料や兵装の収納スペースを拡大することが大きな目的だったからです。また、XF9 エンジンが目標とする大出力は、言うまでもなく搭載する戦闘機としての高機動性を確保するための必須条件です。
近年は、戦闘機同士の空対空戦闘は、減少傾向とはいえ、敵ミサイル等の攻撃回避にも必要な要素です。このようなスリム化、大出力という目標に対して、一定の数値的達成を見せていた XF9 エンジンではあるが、実際の機体に搭載した状態でのテストが行われたわけではないので、即実用化とはいかないようです。それでも、日本悲願の国産戦闘機用エンジンとして、一定の成果を収めたことには間違いありません。XF9 エンジンには、新たな戦闘機への搭載に期待されていましたが、今後は、イギリスのロールス・ロイス社との共同開発の中で、どのように変化していくのかが注目されるポイントになっています。イギリスのロールス・ロイス社は、テンペスト計画での機関部開発に難航していると伝えられていましたが、それでも、ユーロファイター・タイフーン等で、多数の量産型の戦闘機エンジンを開発してきた、実績とノウハウを有している企業です。個人的には、ロールス・ロイス社が持つ技術力は、少なくとも、IHI 社の XF9 エンジンよりも、これからの戦闘機により求められる発電能力と冷却性能の分野で先行しているように感じられるので、やはり、この会社が、開発の主導権を握ると思われます。ここまで開発を行ってきた IHI 社の XF9 エンジンですが、発電や冷却とな、どの機能では譲る部分もあるので、今までの積み重ねを活かしつつ、量産化とコストの低減に、最適な選択となることに期待したいものです。IHI 社について少し紹介しましょう。現在の社名となったのは2007年、平成19年からですが、それまでは石川島播磨重工業社として日本の重工業を支える一角となっていました。歴史は古く、創業は江戸末期に遡ります。航空機用のジェットエンジンの分野では、国内の6割以上のシェアを誇ります。現在、航空自衛隊が運用中の F2 戦闘機に搭載されるジェネラルエレクトリック社製の F110 エンジンや、F15J イーグル戦闘機に搭載されるプラット&ホイットニー社製の F100 エンジンも、IHI 社がライセンス生産したものを搭載しています。IHI 社が開発し、実用化、量産化されているエンジンとしては、海上自衛隊が2013年、平成25年から運用を開始した B1 哨戒機に搭載された F7 エンジンがあります。これは、ターボファン形式の高バイパス比エンジンとして、民生品への応用も模索されているようです。ちなみに、海自のヘリコプター搭載型護衛艦の出雲、型や、最新鋭イージス護衛艦マヤ型等を建造した企業はジャパンマリンユナイテッド社ですが、この会社は IHI 社の造船部門から派生した企業ですから、この会社が持っている高い技術力がわかりますね。海上自衛隊最大級の護衛艦出雲と、加賀の F35B 戦闘機艦載改造計画が着々と進む中、世界では無人機へのシフトが急加速し、なんとアメリカが第6世代戦闘機開発を中止するとの発表も。今回は護衛艦出雲と加賀の改修工事完了で、イージス艦も打撃群として、編成を詳しく見ていきます。日本は海洋国なので、護衛艦や潜水艦は必須。あとは、
無人機の開発と導入でしょうね。サイバーだけでなく、ドローンパイロットも育成しないと。2023年現在、世界で6番目を数える、排他的経済水域と領海の面積を抱える海洋国である日本は、やはり、その防衛戦力の要として、海上自衛隊を位置づけており、時の防衛方針に則った、装備体系の整備を継続している。大規模な海上自衛隊の装備品に目をやれば、2022年末に、閣議決定が行われた、中期防衛力整備計画審ため、今時より、防衛力整備計画とされたその中で、護衛艦54隻、潜水艦22隻、哨戒艦12隻、作戦用航空機190機の整備が謳われている。日本の自衛隊は、日本国憲法との絡みや、政治的な位置づけのために、大型の水上戦闘艦を、護衛艦と一律に呼称しているが、世界的に見れば、コルベット、フリゲート、駆逐艦、航空母艦等の区分が一般的である。海上自衛隊の護衛艦において、その世界的な基準に照らせば、も、が、身型は、フリゲート、艦式号、FFM、マヤ型等のイージス護衛艦は、駆逐艦、艦式号、DDG、そして出雲、片ヘリコプター搭載護衛艦は、ヘリ空母、艦式号、DDH に該当する。出雲、片ヘリコプター搭載護衛艦は、現時点でも、海上自衛隊が保有する、最大規模の艦艇であるが、回転翼機を、最大で、5機まで同時に初着陸させることが可能な全通式の飛行甲板を備えており、出雲、と、加賀、の2隻が就役している。この出雲、片ヘリコプター搭載護衛艦は、1番艦の、出雲、が、2015年3月、2番艦の、加賀、が、2017年3月に、就役を果たしたが、当時は、その全通式の、広い飛行甲板を装備する、外観と形状から、一部からは、大きな反発の声が上げられてきた。その根拠とも言えるのが、日本国憲法が禁じている内容に、出雲、片ヘリコプター搭載護衛艦が抵触すると、異有主張であり、従来から禁止令として挙げられてきた、航空母艦に、同艦は該当しているとする非難であった。確かに、1950年代の日本政府は、自衛隊が保有することを禁じられると、解釈される兵器の具体例として、大陸間弾道弾、戦略爆撃機、航空母艦を挙げてきたことは事実だが、航空母艦には、さらにその前にある形容詞が添えられている。キレこそが、日本の自衛隊が保有を禁じていると当時も説明されたのは、攻撃的な航空母艦という言い方であり、あくまでも、将来的に、海上自衛隊が、航空母艦的な艦艇を保有しても、攻撃的でない限り、その解釈と矛盾しないとする反論だった。就役時の出雲、片ヘリコプター搭載護衛艦は、その艦載機としていたのは、対潜哨戒用の回転翼機がメインであり、これらが果たす役割とは、攻撃的な航空母艦のそれとは違うというのが、日本政府のスタンスだった。しかし、こうした日本国内の解釈の問題を別とするならば、世界的に著名なイギリスのジェーン年鑑等の分類でも出雲、片ヘリコプター搭載護衛艦はヘリ、空母というカテゴリーに数えられており、国際的な基準に照らした際の扱いは、確かに、空母の一種であるだろう。そもそも、航空母艦に対して、それが、攻撃的であるか否かを区別することに、本来的な意味などなく、太平洋戦争の敗戦によって、軍隊の保有は行わないという、政治的なスタンスを日本が続けていることの齟齬は、隠すべくもない。ただし、こうした傾向は、
太平洋戦争の敗戦から徐々に緩和されてきていることも事実であり、かつては陸上自衛隊では戦車という単語すら使用が自粛されており、特車という珍妙な単語が用いられた時代もあった。さて、そんな扱いを経てきた出雲、片ヘリコプター搭載護衛艦であるが、一番艦たる出雲が就役した翌年の2016年末から、固定翼機を運用することを想定した改修工事の実施の検討が、具体的に進められることとなった。出雲、片ヘリコプター搭載護衛艦の2隻は、いずれも、ジャパンマリンユナイテッド社の横浜事業所の磯子工場にて、建造が行われた艦艇だが、同社は、2017年度をかけて、無人航空機を含む固定翼機の運用研究を、委託業務の形で取り組んだ。ここで対象とされた固定翼機とは、アメリカのロッキード・マーチン社が開発した F-35 ライトニング 2B 型のことであり、同機は2007年7月に初飛行の後、2015年7月にはアメリカ軍における初期作戦能力の獲得がなされている。短距離離陸、垂直着陸が可能なこの F-35 ライトニング 2B 型については、すでに2013年中頃から日本でも導入を検討しているとの報道が行われたが、その時点で日本政府はこうした動きを否定しており、世論の動向と今後の手順を模索していたものと思われる。やがて前述した2017年度をかけてのジャパンマリンユナイテッド社が実施した無人航空機を含む固定翼機の運用研究の委託を経て、2018年末の防衛計画の大綱と中期防衛力整備計画の閣議決定によって、その方針は固められた。出雲、片ヘリコプター搭載護衛艦は、基準排水量が 19,500 トン、満載排水量が 26,000 トン、全長が 248.0 メートル、最大幅が 38.0 メートル、深さが 23.5 メートル、喫水が 7.3 メートルの艦体を持ち、海上自衛隊の艦艇中で最大の規模を誇る。よく、出雲、片ヘリコプター搭載護衛艦の大きさを表す表現として、旧大日本帝国海軍の正規空母であった飛龍よりも大型であるとの形容がなされるが、太平洋戦争時の艦艇と比較しても、あまり意味はないように思える。出雲、片ヘリコプター搭載護衛艦は、機関部には、ガスタービン機関を4機据えた、護ガグ方式を採用しており、これによって、最大出力11万2000馬力を発生させ、最大速力も30ノット以上を確保、最大14機の回転翼機を艦内に収容して運用することが可能である。この大きさゆえに、出雲、片ヘリコプター搭載護衛艦は、乗組員の定数も、およそ470名と海上自衛隊の艦艇の中で最大規模であるが、艦載機の運用に特化した仕様であるため、兵装は 20mm バルカン砲システムのシースを2機とシーラ、ムッポ2機の近接の固艦防空のみに限定されている。これとは、異なる運用思想のもとに建造されたのが、出雲、片ヘリコプター搭載護衛艦の原型となった、初の DDH タルヒューガ型であり、全長、全幅、排水量のいずれも小規模ながら、ある程度、単艦での行動も意識した兵装が施されている。ヒューガ、型は、基準排水量が 13,950 トン。満載排水量が 19,000 トン、全長が 197.0 メートル、最大幅が 33.0 メートル、深さが 22.0 メートル、喫水が 7.0 メートルの艦体であり、出雲、片ヘリコプター搭載護衛艦よりも2から3割は小さい。にもかかわらずヒューガ、型には、兵装として、出雲、
型と同様の 20mm バルカン砲システムのシウスを2機搭載する以外にも、マーク 41VLS、垂直発射管、16セルや、三連装の 324mm 単魚雷発射管を2機装備しており、比較的強力な仕様となっている。裏を返せばヒューガ、型護衛艦と異なり、出雲、型ヘリコプター搭載護衛艦は、必ず次艦を護衛する他の艦艇との組み合わせでの運用が前提とされており、やはりベストなのは、イージス護衛艦との艦隊行動となるだろう。海上自衛隊は、2023年8月の現時点で、合計で8隻のイージス護衛艦を保有、運用中ではあるが、これらは、訓練、メンテナンス、実戦配備のローテーションを考慮すれば、同時の稼働数は2から3隻というのが実情である。さらに、稼働中のイージス護衛艦は、北朝鮮島からの弾道弾の攻撃を迎撃するミサイル防衛任務のため、現状では、少なくとも、2隻が、日本の周辺海域に待機せざるを得ず、出雲、型ヘリコプター搭載護衛艦と艦隊行動を共にする余裕は、ほとんどない。2023年度のからの防衛予算の増加に合わせて、イージス護衛艦も、8隻から10隻への造成が盛り込まれたが、ミサイル防衛を担うイージスシステム搭載艦2隻が、収益を果たすまでは、こうした状況を抜本的に改善することは困難だろう。上方護衛艦6番艦阿賀野が浸水したという情報を入手しました。今回は阿賀野浸水について見ていきますね。悪魔的な建造力は日本が世界から注目を集めています。少人数化された AI 護衛艦の凄さは世界に知られることに、世界に向け日本の高性な護衛艦を販売していくといいのかも。海上自衛隊が急ピッチで建造を進めているのが三型護衛艦。ネームシップで一番艦の最上が2022年4月28日に就役して以来、2番艦熊野、3番艦の死、ロが2022年中に就役しました。続く4番艦三熊が2023年3月就役予定。5番艦矢作と6番艦阿賀野が浸水して偽装中です。このように、1年に2隻というハイペースで建造が進められ、現時点では22隻が配備される予定になっています。ちなみに、各艦の名前を見てお分かりのように、も、が三型護衛艦シリーズには、日本国内の河川の名前が付けられています。このもが三型護衛艦は、従来までの護衛艦とは、コンセプトが違うようで、FFM という、新しい艦種記号が与えられています。FF はフリゲート艦を表し、艦体サイズとしては、おおむね、駆逐艦より小さく、コルベットより大きいとされていて、空母など戦闘艦を護衛する駆逐艦と同じ対戦、防空能力を備えてはいるのですが、揚陸部隊、補給部隊、商船団などの艦隊護衛が主な任務ということです。そして、M は、多目的、マルチファンクショナルと、嫌い、マインの頭文字の M を合わせたもので、もが、三型護衛艦は、対戦、対空、対艦における、護衛艦にこれまでの求められてきた艦隊護衛任務をはじめ、掃海艇が担当してきた嫌い戦まで、文字通り、
多目的な作戦に従事できる監視なのです。海上自衛隊は、これまで運用してきた護衛艦は、諸外国海軍における駆逐艦、デストロイヤーと同様の位置づけにしていました。その中で、秋月型のように対潜戦闘、対艦戦闘、対空戦闘のバランスが取れた護衛艦を、汎用型護衛艦として、DD という艦首記号を付与していました。海上自衛隊の艦首記号は、この他にもあります。例えば、混合型のように、艦対空ミサイルを多数搭載し、艦対防空を主な任務とするイージス護衛艦には、誘導ミサイル、ガイディッド、ミサイルの G をつけて、DDG としています。出雲、型やヒューガ型のように、ヘリコプターを搭載して、対潜作戦などを担当する護衛艦には、ヘリコプター、ヘリコプタールの H をつけて、DDH としています。また、汎用型護衛艦 DD に比べて小型で、どちらかといえば、近海での活動を主担当とする、アブクマ型などの護衛艦には、護衛、エスコールトの E をつけて、DE という艦首記号がついているということです。海上自衛隊では、一定規模以上の艦艇は、すべて護衛艦という呼称で統一しているので、フリゲート艦という艦首の設定は、太平洋戦争終戦直後、アメリカから、旧型フリゲート艦の供与を受けて、1950年代から1970年代まで運用していた、クス型護衛艦以来となります。この FFM もが、2型護衛艦の構想が明らかになったのは、2013年12月に発表された25大綱によります。その中には、日本周辺の中国、ロシア、北朝鮮の海洋での軍事活動が活発になったため、海上自衛隊における情報収集、警戒監視任務が著しく増大してきたことに対して、そういった任務に対応する能力が護衛艦に要求されるようになったためです。沿岸防備部隊として、いわゆる護衛隊群に所属しない護衛隊、艦番号が10番台あるいは2桁の護衛隊の増加に加えて、海地が常時保有し運用する護衛艦を47隻から54隻に増強することになっていました。しかし、2014年から2024年の間に、旧式護衛艦4隻が退役する予定とされていたため、それらを入れ替えながら増強を図ることを目的として、多様な任務への対応能力の向上と、艦隊のコンパクト化を両立させた新型艦艇が必要であるとして FFM という新艦首の藻が、身型が計画されたのです。防衛装備庁による当初設計における公募では、前述の多様な任務への対応能力の向上と、船体のコンパクト化の両立が求められていたので、2015年時点では、この FFM は3000トン型護衛艦と称されていましたが、多機能性が要求されたことで、それに必要な装備を搭載する関係があり、最終的には、当初計画から3割ほど大型化した3900トン型護衛艦となったのです。も、が、身型の艦隊の大きさを紹介します。基準排水量3900トン、満載排水量5500トン、全長 133.0m、最大幅 16.3m、深さ 9.0m です。機関方式は、ディーゼルエンジンとガスタービンを組み合わせたコダグ方式で、MT30 ガスタービンエンジンが1機、MAN 車 12V2833D、STC ディーゼルエンジン2機が搭載されています。7万馬力を発揮し、二軸のスクリュープロペラによって、最大速力30ノットで航行するそうです。また、ステルス性に配慮して設計されている、艦隊のデザインには、特徴があります。レーダー反射断面積、RCS を低減するために、主船体、
上部構造ともに外国のステルス艦と同じように傾斜角がついているのです。そのため全甲板から艦尾方向に続くナックルラインが飛行甲板下の後端まで続いています。上甲板の配置もかなり変更されていて、全甲板に露天で配置される東洋病関連の機器、偽装が艦内に配置されたり、上部構造物が左右両舷までに張り出しているのです。このため、艦の上、甲板にこれまで設けられていた、外に暴露している通路が廃止されました。日本周辺国の海軍においてもが、身型に相当する艦艇を少し調べてみました。中国海軍では、054A 型と呼ばれている、航海2型、チャンカイ型フリゲートです。ロシア海軍ではアドミラル・ゴルシコフ級フリゲートです。このアドミラル・ゴルシコフ級のネームシップで、一番艦アドミラル・ゴルシコフには、マッハ9で飛翔するために、迎撃困難だとされている、極超音速兵器ツィルコンが搭載され、2023年1月4日に大西洋を航行したことが話題となりました。この航行の目的は、ロシアがアメリカをはじめとする北大西洋条約機構、NATO に対して、極超音速をいつでも発射可能であると見せつけ、脅威と感じさせることが目的だったと推測されています。そのアドミラル・ゴルシコフ級フリゲートは、主兵装の VLS、垂直発射艦を32セル搭載していますが、モッカ2型は、その半分の16セルしか搭載していません。数が多けりゃ良いというものではありませんが、実は、VLS には予算がついていますが、搭載するミサイルの開発問題などのため、未搭載です。そうした兵装の差は、水上戦闘艦として建造されたアドミラル・ゴルシコフ級ともが、身型の運用目的の違いにあります。もっか、身型は、対空、対艦、対戦闘のバランスの取れた兵装を持ち、機雷除去、および、不設の機雷戦能力までをも付与された、文字通りマルチな多用途艦であることを物語っているのです。もっか、身型護衛艦は、62口径5インチ砲、127mm 単装砲が、一門、国産の遠隔操作式無人重火、RWS が、2機と 12.7mm 機関銃が搭載される兵装となります。固艦対空兵器としては、近接防空ミサイル11連装が1機、対水上艦攻撃用として、対艦誘導弾17式艦対艦ミサイル4連装発射筒2機、対潜水艦攻撃用としては、324mm 3連装単魚雷発射艦が2機搭載されているほかに、先日したように、マーク41垂直発射装置16セル1機の搭載が計画されています。また、ヘリコプターの搭載機能も併せ持っているので、SH-60kg 哨戒ヘリコプター1機が搭載可能なのです。そして、このもが身型護衛艦は、乗組員が約90人と考えられているので、従来の護衛艦と比べると、大幅な精進化を図った艦艇という特徴があります。役割的に全型と耳なされる DE アブクマ型護衛艦ですが、基準排水量2000トン、満載排水量2900トン、全長 109.0 メートル、全幅 13.4 メートルですからもが、身型よりは、一回り小さいサイズになります。しかし、乗組員は、約120名と想定されていて、それよりも、大型で、かつ搭載兵器が増えているはずのもが、身型が、およそ3割も、人員が減らしていることが、いかに精進化が進められているかがわかるでしょう。消費と化に、伴い、もが身型では、クルー制の導入が予定されています。これはもが、身型護衛艦3隻に対して、
4組の上官クルーを配置することで、3組が上官している間は、残り1組に休養を取らせるというシステムなのです。このシステムによって、定期検査や修理などに対応しながら、稼働席数を確保できるだけでなく、乗員の休養期間が確保されると思われます。こうすることで、藻が、味方では、すでに就役している艦と、今後建造される艦の偽装が、すべて同じ時期になるように計画されているのですが、これについても、海上自衛隊では、初めての試みになるそうです。F-35B 戦闘機艦載計画に伴って、護衛艦出雲、加賀に大規模改修工事が行われています。そんな中、護衛艦ヒューガ、伊勢に注目が集まっているという情報が入ってきました。今回は、護衛艦ヒューガ、伊勢になぜ注目が集まっているのか、見ていきます。おお、隅でもドローン空母はいけるな。2023年時点で、海上自衛隊で最大規模を誇る艦艇といえば、伊豆、元加賀の2隻を含む出雲、片ヘリコプター搭載護衛艦ですね。これは、艦首記号 DDH と呼ばれており、極限まで回転翼機の運用能力を高めた艦になっています。出雲、片護衛艦は、基準排水量19500トン、満載排水量26000トン、全長 248.0m、全幅 38.0m、深さ 23.5m、喫水で 7.3m のサイズで、名実ともに海上自衛隊艦艇で最大規模です。この大きさを誇る出雲、片護衛艦の機関部ですが、アメリカのジェネラルエレクトリック社製の LM2500IEC が、スタータービンが4機組み合わされた小ガグ方式が採用されていて、マックス出力112000馬力、速度30ノット以上を発揮するそうです。また、出雲、片護衛艦の電源設備として、機関部と同様に、アメリカのジェネラルエレクトリック社製の LM500-07 ガスタービンオモ発電機を4機等搭載しており、合計で最大 14000kW の電力供給を行うことが可能となっています。出雲、片護衛艦は全通式飛行甲板上の右端部分に集約化された環境を備えています。これはいかにも航空母艦しかとした全通式の飛行甲板で、その上には、5箇所の回転翼機が同時離発着できるスポットがあり、就役時から、国外では、ヘリ空母とみなされてきました。この全通式の飛行甲板のサイズは、艦自体とほど同様の全長 245.0m、全幅 38.0m が確保されていて、海自で、対戦哨戒戦闘や追水上戦闘を担う、SH60kg 回転翼機に限れば、MAX 14機が艦内格納庫に収容可能ということです。ただし、実際の運用では、出雲、片護衛艦は、標準では、SH60kg 回転翼機を9機、輸送と救助、救難用途が主任務である、MCH101 回転翼機2機を搭載する体制を敷いています。格納庫は3つあり、第1、第2、および整備用の3つが艦内に設置されているそうです。出雲、片護衛艦は、その大きさを生かして、
陸上自衛隊や海上自衛隊が運用している双発で、大型の CH-47 チヌーク回転翼機の運用が当初から想定されていましたが、この大型機体ですら、艦内格納庫への収容が可能ということです。ということは、出雲、型はそれほど大きいということですね。出雲、型護衛艦の格納庫に、収容可能な回転翼機のサイズを紹介しましょう。SH60kg が、最大で全長 19.8 メートル、全幅 16.4 メートル、全高 4.0 メートル、重量1065トンです。MCH-101 は、全長 22.83 メートル、全幅 18.6 メートル、全高 6.66 メートルで、重量が 15.6 トンということです。これらの回転翼機を、艦内の格納庫から昇降させるエレベーターが、出雲、型護衛艦には2機備えられています。全部の1機は飛行甲板上のインボード方式で、後部の1機は艦橋後方の右舷にサイドデッキ方式で設置されているそうです。各エレベーターのサイズです。飛行甲板上のインボード方式エレベーターは、長さ 20.0 メートル、幅 13.0 メートルです。サイドデッキ方式のエレベーターは、長さ 15.0 メートル、幅 14.0 メートルで、耐火荷重量は30トンを超えると言います。現在、出雲、型護衛艦が行っている航空母艦架改修工事によって、同艦は短距離離陸、垂直着陸が可能な F-35 ライトニング 2B 型を艦載機にできますが、同機は、長さ 15.61 メートル、幅 11.37 メートル、重量27トン強という規模ということです。出雲、型護衛艦のネームシップで、一番艦である出雲が寄港されたのは、2012年、平成24年、1月、日本政府が、出雲、型護衛艦を改修して、F-35 ライトニング 2B 型を艦載機にすることを公に認めたのは、2018年、平成30年、3月ですが、それを見越して設計がされていたことが、垣間見えます。日本の大手マスメディア各社は、2013年中盤以降には、F-35 ライトニング 2B 型戦闘機を取得して、出雲、型護衛艦の艦載機にする可能性について報道していましたが、当時の小野寺防衛大臣は、あくまで、この見解を否定する姿勢を貫いていました。当時は、政治的に、日本の海上自衛隊が、装備として航空母艦を運用することについて、専守防衛を掲げる同体の理念を逸脱するのではないかという批判をマスディアから受けることを危惧していたせいだと思われますが、現在からすれば、覚醒の感が拭えませんね。しかし、日本が、こうした政治状況にあった時期にも、中国海軍は、国家の経済力を背景に、軍の装備の近代化と、増強をどんどん進めていました。こうした事態への危機感が、日本国内でも醸成したことから、この航空母艦化計画は、市民権を得たということになったのです。日本では、2010年後半に差し掛かると、出雲、型護衛艦への航空母艦化改修を公にし、2017年には、同艦の建造を担当したジャパンマリンユナイテッド社が、航空機の運用能力の向上を基とした研究を委託業務として受注したことで、その事業に着手しました。この中では出雲、型護衛艦に、無人航空機と合わせて、F-35 ライトニング 2B 型の運用を基とする研修が行われたそうです。これを受けて、2018末に閣議決定した防衛計画大綱や、その具体策を記載した中期防衛力整備計画では、ストブル機運用について言及されました。そこで、
従来の日本政府の国会答弁では、自衛隊が保有しないと定義してきた装備3点、つまり、大陸間弾道弾や戦略爆撃機、そして航空母艦については変更しないとしながらも、出雲、片護衛艦の改修は、攻撃型航空母艦には該当しないという見解が示されたのです。航空母艦を攻撃型か否かと区別するこういった定義が、軍事的に意味があるかどうか、実に日本的な政治上の言い回しと解釈をひねくり回したものという感は、否めません。しかし、どちらにしても、出雲、片護衛艦の航空母艦化改修が、本決まりになったことは、間違いない事実です。それでも、日本政府は、仮に、出雲、片護衛艦の航空母艦化改修が、完了を終えても、F-35 ライトニング 2B 型を、常時艦載機とする運用は、行わないと、明言しています。従来通りの回転翼機による対戦哨戒任務との併用が前提であると付け加えています。出雲、片護衛艦の航空母艦改修の予定ですが、まず、2020年度防衛予算から改修費用をひねり出して着手、全通式飛行甲板に F-35 ライトニング 2B 型戦闘機が排出する高温の排気熱への耐熱加工を施すことが打ち出されました。また、F-35 ライトニング 2B 型の前転工事の離れ着艦をサポートするため、アメリカの強襲揚陸艦にも搭載している誘導装置を設置し、飛行甲板の先端部分の拡幅工事が打ち出され、現時点では、出雲が2027年度中、加賀が翌年の完了を見込んでいると見られています。これと並行して、艦載機となる F-35 ライトニング 2B 型は、2023年時点で、総数42機を購入することが計画されていますが、中期戦としては、航空自衛隊の宮崎県の新田原、ニュータバル基地が有力視されています。早ければ、2024年度から、同基地においての運用が見込まれているようです。このように、太平洋戦争後の日本では初めてとなる出雲、片護衛艦を航空母艦に改修しての運用計画が進められているのですが、この先駆けとなったと見られているのが、日向片護衛艦の日向、伊勢の2隻です。ちなみに、護衛艦の名前には、旧国名が付けられるようですね。出雲、島根、加賀、石川ですし、日向、宮崎、伊勢、三重というわけです。日向、片護衛艦のサイズを紹介します。基準排水量 13,950 トン、満載排水量 19,000 トン、全長 197.0 メートル、全幅 33.0 メートル、深さが 22.0 メートル、喫水が 7.0 メートルの規模です。排水量比では出雲、片護衛艦の約 70% 強のサイズ感ということになります。この日向、片護衛艦も出雲、片護衛艦と同様に、全通式の飛行甲板を備えていて、フォルムから見れば航空母艦しかとした外観ですが、回転翼機の昇降用のエレベーター2機は、いずれも、飛行甲板上でのインボード式が採用されているのです。この日向、片護衛艦のエレベータは、前方の1機が幅 10.0 メートル、後方の1機が同 13.0 メートルと小型なので、F-35 ライトニング 2B 型を昇降させるには厳しく、しかも、どちらも飛行甲板上にあるので、F-35 の離陸距離の確保も困難なのです。そのため、出雲、型のように日向、片護衛艦に、航空母艦化改修を行うのは、物理的に制約があって考えにくいでしょう。どちらかといえば、1998年、平成10年から収益が始まった、大隅型輸送艦3隻の代替艦に、
その機能を盛り込む可能性が高いのではないでしょうか。日本の通常動力型潜水艦が世界屈指となる中、世界の原子力潜水艦の廃棄が30年も進まない状況が、この度世界に発信された。今回は、原子力潜水艦の原子炉廃棄を詳しく深掘りしていきます。オーストラリアも、世界に原子力潜水艦導入と堂々と発表しているが、廃棄まで考えていないのではないのかな。日本は原子炉よりもはるかにいい燃料電池を考えているとか、いないとか。2023年現在、日本の海上自衛隊の艦艇では、動力源に原子力推進を使用するものはなく、すべてが通常動力推進艦で構成されているが、世界の海軍に目を移せば、多数の国が保有と運用と、そして一部で退役後の保管も行われている。海軍における原子力推進を採用した艦艇といえば、原子力航空母艦や原子力潜水艦の2種類に大きく大別され、まれに現ロシア海軍のキーロフ級ミサイル巡洋艦などもあるとはいえ、その数の大半を前者が占めている。そもそも、原子力推進方式の航空母艦を、この2023年時点で保有、運用している国は、アメリカとフランスの2国のみで、前者が、ニミッツ級10隻、ジェラルド・ R ・フォード級を1隻、後者が、シャルレ・ド・ゴールと、合計でも12隻しかない。しかし、アメリカは、世界初の原子力推進型の航空母艦として、1961年11月に就役させたエンタープライズを、51年後の2012年12月にようやく退役させたものの、原子炉の処理は3年後の2015年5月から着手した状態である。このエンタープライズの原子炉の処理は、IHI ハンティントン・インガルス・インダストリーズ社が担当しており、同社は、アメリカ海軍の原子力航空母艦に対する設計、建造、燃料交換が可能な唯一の造船企業である。エンタープライズは、アメリカ海軍の、そして、世界で、初の原子力推進を採用した歴史的な艦艇でもあるため、その存在意義を踏まえて保存すべきとの見解も多いが、最終的な方向性は、未定のまま、原子炉の撤去は2025年中に行う計画となっている。エンタープライズには、ウェスティングハウス社製の A2W 加圧水型原子炉が、合計で8基も搭載されており、その撤去には、一度船体を切断する必要があるため、その後艦艇として復元するにも、多額の費用が必要となってくる。そのため、原子炉の撤去を終えたエンタープライズを、実際に記念館として復元し、保存することの意義については、意見が分かれている感もあり、実際に、最終的な措置が、どのように推移するのかの決定には、未だ、しばらく時間を要すだろう。ちなみに、エンタープライズという艦名は、アメリカ海軍においては、この原子力航空母艦で2隻目だったが、ジェラルド・ R ・フォード級の3番艦として、2022年4月に寄港されたものに、すでに継承が決まっており、2028年には就役する見込みである。そして、今後のアメリカ海軍では、一番艦である、ニミッツが、1975年5月に就役を迎えていることから、この10隻を保有、運用中のニミッツ級の退役も、50年目となる2025年から開始させる予定であり、順送りで、その対象が増加していく。ミニッツ級は、
原子力航空母艦として実験艦のような立ち位置にあったエンタープライズから学び、搭載する原子炉自体はわずか2基にまで削減する技術的な進化を遂げており、廃炉についてもその工数は下がっていると思われる。エンタープライズの場合、8基も原子炉を安全に廃棄する必要があるため、少なくも積もってもおよそ1000億円弱、多ければその倍近い費用が必要になるとの試算も出されており、その額は優に通常動力型の大型艦艇を新造するのに匹敵する。さて、続いての原子力潜水艦であるが、こちらは2023年現在、アメリカ、イギリス、フランス、ロシア、中国、インドの6カ国が保有、運用を行っており、2021年9月に締結されたオーカスに基づき、オーストラリアがこれに加わることが確実になっている。こうした中で、西側諸国の中では、アメリカとフランスが、退役後の原子力潜水艦から原子炉を撤去し、艦艇自体を解体する処分を行った実績があるが、残るイギリスはといえばこれを実施し始めたのは最近である。それまで、イギリス海軍は、退役を迎えた原子力潜水艦を、特定の地域に係留して保管する対応を継続してきており、原子炉の撤去や艦艇自体の解体にも、多額の費用が生じることから、保管費用を負担しても後回しにしていた感があった。前述した、オーストラリア、アメリカ、イギリスの3カ国が締結した新たな軍事同盟たるオーカスにおいては、オーストラリアは、まず、アメリカ製のバージニア級攻撃型原子力潜水艦を、少なくとも5隻は調達すると召されている。その後、イギリスとの共同開発によって、軍事同盟の名をそのまま冠したオーカス級を自国内で建造する方向で進めようとしていると思われるのだが、やはり、その退役後の処分には、イギリス流のやり方が有力視されている。すなわち、オーストラリアでは、今後取得した原子力潜水艦を退役させた場合、一定期間をこれから確保する予定の特定の場所に係留して保管し、しかるべき時期を経た後に、最終的な原子炉の廃棄と解体を行う方向のようだ。オーストラリア側からしてみれば、南シナ海における対中国抑止策の一環として、原子力潜水艦の導入に舵を切ったものの、使用後に、自国で未知の領域である、原子炉の廃棄や解体を行う手法も含め、先行するアメリカやイギリスからの入手を想定しているのだろう。さて、そんな原子力や原子力潜水艦の退役後の原子炉の廃棄や解体についてであるが、この2237年7月に、アメリカの IHI ハンティントン・インガルス・インダストリーズ社は、イギリスのバブコック・インターナショナル社との契約を発表した。今回のこの両社の契約の目的は、アメリカとイギリスの両国において、今後も、退役後に、原子炉の廃棄や解体が必須となる原子力推進機関を搭載した艦艇に対し、その技術的に重要なパートナーシップを構築するものと解釈されている。前述したように、アメリカ海軍は、2025年以降に、ミニッツ級航空母艦を、順送りで、10隻もの原子炉の廃棄や解体を実施することとなるため、これらへの対応を見越して、その能力を高め、かつ、同盟国や友好国にも、その技術を戦略的に供与する意図がある模様だ。こうして、アメリカとイギリスは、原子力推進機関を搭載した艦艇の原子炉の撤去や艦艇自体の解体でも協調、協力関係を強化する方針が感じられるが、すでに解体の実績を独自に持つフランスの今後の動きも気になる部分だろう。フランスとしては、急遽のオーカスの締結によって、本来、
自国がオーストラリアと進めていたシュフラン級原子力潜水艦を通常動力型に改めた潜水艦の建造計画を法具にされた経緯もあり、こうした分野でも独自路線を貫くのではないだろうか。さて、イギリスの自国での原子力潜水艦の処理であるが、同国国防省の管轄下にある SDA、サブマリンデリバリーエージェンシーが、この2023年8月9日から、初の解体処理に着手したことが報じられている。今回 SDA、サブマリンデリバリーエージェンシーが、初の解体処理に着手した対象は、1960年代から1970年代にかけて寄港され、2010年までに、全6隻が退役を終えていた原子力潜水艦のスウィフトシュアである。スウィフトシュア級原子力潜水艦のネームシップにして、一番艦であるスウィフトシュアは、1992年に退役をしたため、実に31年もの係留、保管期間を経て解体される運びとなったもので、原子炉の廃棄に向け、燃料と放射性物質の除去を実施する。SDA サブマリンデリバリーエージェンシー曰く、スウィフトシュアの解体作業については、従来は行われていなかった手法を駆使して実施されると喧伝しており、その艦隊に使用されている合材や部品は、9割以上を再利用もしくはリサイクルが可能と述べている。イギリス海軍は、スウィフトシュア級より、以前のバリアント級を2隻、チャーチル級を3隻、トラファルガー級を6隻もすべて係留、保管しており、今回のスウィフトシュアは、予定では2026年代に解体を終えるとしている。X2 戦闘機新進でのテスト飛行後、燃焼テスト時に IHI 社製の XF9 エンジンが世界を驚愕させる数値を叩き出しました。現在、日本、イギリス、イタリア3国の共同開発計画が進んでいます。今回は、この日本、イギリス、イタリア共同開発で F3 戦闘機開発に弾みがつくのかについて見ていきたいと思います。第6世代戦闘機は、どんな形になるのでしょうか。2022年12月9日、日本、イギリス、イタリアの3カ国は、次期戦闘機共同開発協力に関して、グローバル戦闘航空プログラム、グローバル・コンバット・エアー・プログラム MEE、GCAP に関する共同首脳声明を打ち出しました。そして、2035年までに、次期戦闘機を共同で開発することを発表したのです。これと同時に防衛省が発表した、防衛省と米国防省による共同発表の中では、日本とアメリカは、次期戦闘機開発に協力体制を結ぶとともに、自衛隊が運用する予定の無人機開発についても連携していくと明らかにしました。日本がアメリカから離れて次期戦闘機開発を進めていくということに、アメリカから反発があるのではと不安視する見方もありました。とはいえアメリカからすれば、これまで率先して行ってきた装備品開発を同盟国間で役割分担すれば、自分の負担が軽減されますし、アメリカ独自の最新軍事技術や情報を提供する機会が減るので、中国やロシアなどに流出するリスクも少なくなるとして、今回の3カ国による次期戦闘機開発計画を支持しているようです。この次期戦闘機開発プログラムについて、3カ国で、
主体となる企業を紹介します。機体関連は、日本からは三菱重工業社、イギリスが BAE システムズ社、イタリアはレオナルド社が担当し、エンジン開発は日本が IHI 社、イギリスがロールスロイス社、イタリアがアビオ社。電子機器関連は、日本が三菱電機社、イギリスがレオナルド UK 社、イタリアはレオナルド社がそれぞれ取りまとめ役となり、関連する企業の動きを統括していくことになるようです。これまでイギリスはフランス、ドイツ、スペインが共同で次期戦闘機開発として進めている将来の戦闘航空システム FCAS に対抗するテンペスト計画をイタリア、スウェーデンとともに進めていましたが、今回の GCAP にスウェーデンは参加していません。この GCAP によって開発される次期戦闘機は、日本の航空自衛隊では F2 戦闘機の後継となり、イギリスとイタリアではユーロファイターの後継機として位置づけられることになるようです。3カ国でおよそ300機の需要が見込まれ、日本は将来的に兵器の海外輸出解禁を視野に入れつつ、イギリスやイタリアの戦闘機販路によって製造・販売数が増えることで経費削減が期待されます。他にも兵器を独自に開発する技術力を得ることで、アメリカから兵器を購入する際の価格交渉においても優位に立てる可能性があると見ています。実は日本はこれまで装備のほとんどをアメリカから購入していました。日米同盟という名の下に押し売りされていたという感も否めませんが、アメリカとの長い付き合いがあったので、アメリカのロッキード・マーティン社を技術支援先の候補に選定しましたが、今までアメリカ側は戦闘機開発の革新的技術をブラックボックス化し、日本の自由にはさせなかったのです。日本は独自の近代化改修はもとより、修理すら自由にできないという不満を強いられていました。客の要求をスルーしたというわけですね。しかし、今回は革新的技術を秘匿しない方針であるイギリスとの共同開発ですから、時代に合わせた改修を自由に行えるメリットはとても大きいと思われます。イギリスにとっても、日本との共同開発のメリットは大きいと推測されます。その理由は、FACS とのヨーロッパにおける主導権争いです。シェア拡大を目論むイギリスは、アジアで日本を取り込み、販路を少しでも拡大したいという思いがあったほかに、ロールス・ロイス社のテンペストのエンジン開発が遅れていたためでもありました。高級自動車で知られているロールス・ロイス社ですが、ユーロスター・タイフーンのエンジンであるユーロジェット EJ200 の開発のほか、様々な航空機用エンジンを開発しているエンジン開発においては、定評のあるメーカーでもあるのです。ところが、テンペスト計画では、搭載されるコンパクトでかつ、大出力のエンジン開発に苦戦していて、当初計画では、2035年に運用開始だったにもかかわらず、2022年中に、試作機どころか試作エンジンが完成したという情報すらなく、進捗が危ぶまれていました。テンペスト計画のエンジン性能は、空気の吸入量が毎秒 100kg 以上とされ、タービン入り口における温度は2000度 C 以上にもなるので、タービンには高温耐性が求められています。また、ユーロファイタータイフーンに搭載されている EJ200 エンジンの10倍の発電能力と、最新のレーダーやセンサー類のアビオニクスが必要とする膨大な電力を賄うことも要求されていたのです。2021年12月22日、ロールス・ロイス社は、日本と次期戦闘機用エンジン開発と実証機の共同開発を進めることを発表しました。
この戦闘機エンジン実証プログラムは、日本とイギリス両国の次期戦闘機開発に、重要な一歩となるもので、将来的には、両国において、多数の雇用を発生させる可能性があるとして、日本とイギリスそれぞれに、メリットがある点を強調しています。ロールス・ロイス社は、エンジン実証機の共同開発を、2022年4月から開始するとして、イギリス政府は、この計画の設計などに、3000万ポンド、約45億円、を初期投資すると、説明した上で、実証機製作には、2億ポンド、約304億円、を拠出する計画であることも明らかにしました。その一方、日本政府も、2022年度予算案で、次期戦闘機開発費として、858億円を計上。日本とイギリス・イタリアによる次期戦闘機開発がいよいよ本格始動するとして期待しています。日本では次期戦闘機開発エンジンについて IHI 社がプロトタイプエンジンとして XF9 を製作し、2018年6月に防衛装備庁に納入、2020年7月まで性能確認試験が実施され、良好な成績を収めたとされていました。この XF9 は F15 イーグルに搭載されているプラットニー&ホイットニー製の F110 エンジンと同クラスサイズのアフターバーナー付き低バイパス非ターボファンエンジンで、タービン入り口温度1800度 C 以上、推力11トン、アフターバーナー使用時には、最大で15トンを発揮するとされている、高性能なエンジンですが、防衛省では、さらなる小型化と高出力を目指し、ハイパワースリムというコンセプトを掲げているのです。次期戦闘機は、第5世代ステルス戦闘機の、さらに上を行くステルス性を持つ第6世代としての性能を要求されています。そのためには、ステルス戦闘機では、敵レーダー波を反射しないように、ミサイルなどの兵装を、翼下のハードポイントに吊り下げることができないので、機体のウェポンウェイに搭載することになり、どうしても機体が大型化してしまうのです。次期、戦闘機では、大きな推力を得るため、双発エンジンを持つ、戦闘機として設計されているので、大型化は避けられません。さらに、2020年の国会質疑において、当時の河野防衛大臣が、防衛省が開発中の次期戦闘機は、F-35 より、多くのミサイルを搭載すると発言しており、それらを収納するウェポンウェイの容量が必要になるので、かなり、大型の戦闘機となることが予想されていました。そのために、XF9 を、さらにコンパクトかつ、ハイパワーにする必要が出てきたのです。これが、テンペストに、搭載予定のエンジンコンセプトと合致したので、今回の共同開発の話が持ち上がったものと見られているようです。防衛省では、現在空自が運用している F-15 の次の主力戦闘機として、ロッキード・マーティン社製の F-35A ライトニング2戦闘機105機と、その垂直、短距離離着陸型である F-35B を42機導入する計画を進めていますが、中国やロシアでは、第5世代ステルス戦闘機の開発が進み、着々と実戦部隊への配備数を増やしているのが現状ですから、それらを数ではなく、性能で上回る第6世代戦闘機の必要性が高まってきています。次期戦闘機開発に関わる国内企業8社が、技術協力によって、ジェット戦闘機開発のノウハウを習得できることが、今後の兵器開発に大きく貢献するものと期待する声もあるようです。